前回のあらすじ。リンク殿、リンゴを発見しました。来たリンゴ。リンゴ食べていい？食べたら回復するよね。現実世界でも4つ食べていきたいと思います。4つ僕死んだわ。諦めるな。あやってしまった。皆さんこんにちは、ながらです。今回やっていく企画は、新作ゼルダのゲーム中にリンクが食べた食べ物を実際に食べながらプレイしてみたパート2ということでやっていきたいと思います。まだパート1を見てない方は概要欄にリンクを貼ってあるので、そちらから見ていただくとより楽しめると思います。ストーリーが進むにつれてね、いろんな食材が増えていきますからね。今回はどんな食べ物を食べることができるんでしょうか。それでは本編へどうぞ。どこに戻んのこれ。あ、ここか。よかった、また上から戻るかと思った。普通に下山しましょうか。ただいま。あっちの方向かな。あ、あれでは、あれっぽくない？遠すぎだし、行き方もようわからん、正直。多分あれだな、あれに乗って向こうまで渡るんだな。出た、これ。ウルトラハンドでまずこれ引っ掛けます。はい、オッケー、よし、行け。はい、完璧。よし、あ、これはあれだな、ウルトラハンドです。ウルトラハンドだよ、ラウル。お、強いラウル。お前、お前微動だにしないだと。あ、なるほどです。ここのアイテムを使ってここに、あれ、ラウル、これサイズが合わない。ラウル、わかった。くっつけるという機能がございましたね。長谷さん、すっかり忘れておりましたが。お、来たんじゃない。お、来た。新しいゾーン入った。友達のところに行きたいな。困ったなぁ。友達とはぐれちゃった。あ、ね、君僕が見えるの？あの、しあげて待ってくれてるみたいだから、急いで追いつきたいけど。助けてあげてもいいけど、ただってわけにはいかないかなぁ。ここにさ、こいつくっつけられるのかな、ちなみに。つけれるじゃん。かわいそうかわいそう。かわいそうだよ、それ。さすがに。あー楽しそう、これ。めっちゃ楽しそうじゃない、これ。行くぞ！レッツゴー大丈夫今の。痛くない今の。やっと来た。君が友達を連れてきてくれたの？ありがとう。よかったらどうぞ。コルグの実。これあれだな。小さなメダル的なあれね。この風が吹いているってことは、これあれだ。イカダを作れということだね。これは。マインクラフトとかも経験あるんでね。超センスのあるね。イカダを作って差し上げましょう。屋根付きにしよう。屋根付き。おお、いいね。これが、流れ、咲く。24世紀に希望を向けてゴー。実行したいと思います。はい、ちょっと待って、ちょっとあれ、どうしてお、来た、できた。流れ咲く第2弾、明日へのトライデント。じゃあ行きたいと思います。はい、ドラーッよし、めちゃくちゃいい感じじゃない。足場ないけどなんでここ、なんでこの言い方、こんな真ん中空いてんの。インイサの祠。インイサ来たようだね。さあ、右の手を出して。スクラビルド。装備している武器や盾に物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。錬金術や。組み合わせる力。錆びた。そういうこと？弾をくっつけるだけ？すごい。なるほど。いやー、今回のゼルダもシステムが面白いですね。絶対それ肩に負担かかってるだろ、それ。ありがとうございます。3つ目いただきました。どうやらその手に必要とされる力を取り戻せたようだね。今なら拒絶された時の神殿の扉を開くことができるだろう。そこまで連れてってほしいなここまで連れてってほしいな、ラウルさん。魚がいる。ほら、おお、これ魚ゲット。ムロシカアロワナ。アロワナなるほどね、アロワナとかいるんだこのゲーム。なんかいるんだけど、何あれ、ボス。ピー。え？迷いの落とし物。へえ。今回はこんなのもあるんだ。まあ、前回からあったのかもしんないけど。お、とうとう服着ました。上着着た。似合ってんね。さすがイケメン。頑張りそう。あ、これ。ニンニクか？頑張るってことはなんかニンニクっぽいよね。あ、これニンニクだね。トロッコがあるぞ、トロッコ。採掘の洞窟。おお、なんかまた洞窟見つけた。行ってこい。ほいーん。はい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 。え、待って、え、怖い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 。暗い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 。どういて。ハロー、怖
ここは他の洞窟に比べても特に暗い場所でございます。赤い花の種きちんとお持ちでしょうか。ここはご存知であるのですね。見ての通り強く輝く性質があるため、こうしたアンスルは明かりとして役立つのです。衝撃で開花する。そこに入ってる赤いものが開花する。これをあおい、めっちゃ明るくなるやん。ゾナニウム、また新しいアイテムをゲットしていく。お待たせしました。精錬でできた素材を説明しますと、ゾナウ製品の動力、ゾナウエネルギー、そのエネルギーを固めて閉じ込めたゾナウエネルギーの結晶。このようにゾナニウムを別の性質を持つ素材へ変化させるのが精錬なのです。それよこしな、それよこしな。俺のやぞ。今どんな気持ちいいね、今どんな気持ちいい。はい、レッツゴー。おお、怖え。よくこんなん通るな。リンク、これ何してんの。ちなみにゾナウギア製造機の稼働確認、ゾナウカプセル目標。ここで作るのか。ここでいっぱい作っといた方がいいってことだよね。手に持って入れる。おお、ちょいーん。え、ガチャやん。おお、めっちゃガチャ。携帯鍋、おお、携帯鍋。え、カリュウの頭。前方に炎を放出するゾナウギア、強そう。これでワンちゃんいけない。来た。これさ、壊せんかな、これ。あ、待って、危ない。ちょ、向こう見られてないうちにね。あっ、ね、ない。やばい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 、やばですやばですやばです。まだ早いかな俺には。まだ荷が重いかな俺には。帰り道がない。あれ、やってやろうじゃねえか。絶対あれがね、弱点これでしょう。これだろこれだろう。はい、おら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 。絶対弓足りんねんけど。これ形が変わった。マリオで見たことあるぞ。マリオギャラクシーかなんかで見たことある。これコーンコーンコーン。はい、俺の勝ち。あぶねー、弓ちょうど足りてよかった。これがないと帰れない俺。届かない、これがないと帰れないんだけど。あれ、あ、水ある水ある。はい。クソエムすぎる、マジで。あー、倒した。え、倒せてない。ここです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 。はい、ほら、よくもやってくれたな。あ、茶柱が立った。茶柱。さあ今度こそ綺麗に着地ができるでしょうか。手を離した。おお、ギリギリセーフ。あー、帰ってきた。おーおー、なんだこれ。触ってみるんだ。おお、え、何これ。あ、ゼルダ。また死んだんかお前。ラウルと同じホログラム的なあれかな。触れるんだちゃんと。おお、びっくりした。あー、ゼルダさんバイバイ。戻れ子、指定したものの移動を逆再生して元の位置に戻すことができる。リプレイハンバーグじゃんこれ。リプレイハンバーグ。登って、はい、来た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 。乗れた。あ、行けた行けたよ、行けた行けた。女神像はうっすらと笑みをたたえている。お、来た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 。え、あ、あ、あ、死ぬ、あ、死ぬ。え、この扉は生命力が試される扉。そうだ、この島にはもう一つ祠がある。そこで祝福を得れば、あるいはこれを集め女神に捧げることでなんとかなるかもしれない。なるほど、そんなところに祠があったのか。俺は行ってみるしかないようだね。ここに飛ぼう。あったー、手こずった。戻す力、このイカダをね、戻せばいいんですよね、イカダを。はい、時は動き出す。ザ・ワールド。よいしょ。これは、え、あー、なるほどね。重なる瞬間に一瞬開くけど、一瞬過ぎてダメってことね。ここで止めておくと。よし、こういうことか。祝福の光。よし、あそこの神殿にもワープ地点設定してくれたら親切なのにね。祝福の光に持ってきました。その祝福の光4つを引き換えに、そなたに力を授けましょう。よろしくお願いします。来た、ハートが増えるぞ。おお、何個増えるのこれ。4つ。おお、1つしか増えるのかい。4つにつき1つか、しょっぱいな女神さん。これでバカちゃんにしてほしいよな、これ。
ほう、開いた。これハンターハンターのさ、キルアンチの門を開けるときみたい。ごめんね、わかんない人いると思うけど。扉を開くことができたようだね。はい、できました。過ごせた時間は短かった。え、もうラウルバイバイなのこれ。嬉しかったよ。悲しいよラウル。ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。さよならラウル。ブレスオブザワイルドの変なおっちゃんは別に悲しくなかったけど、なんかラウルは悲しい。お、これは右手が反応してる。お、マスターソードが復活するんですか、もしかして。戻れ子の力で戻るってこと、勝機を浴びる前に。ブーンって言った今。あ、ゼルダ、ゼルダは別の世界にいてマスターソードだけ託したって感じ。あ、なくなっちゃった。マスターソードなくなっちゃった。リンクからしたらわけわかんないよなこれ。一旦これで地上の世界に戻ったりするのかな。リンク、私を探して。どこやねんお前。困った女だぜ。ハイラルの大地へ。お、来た。ハイラルの大地へ帰らせていただきたいと思います。おお、また城あんなことなっとるやんけ。またトトツ猛進。さあ死なないようにね、水ギリギリを攻めます。ギリギリすぎない？お前よく助かったなその深さで。ただいま、帰ってきたわ。ハイラルの大地へ。ディア・オー・ザ・キングダムはずーっと空の上かと思ったけど、そんなこともないんだね。なんかおるぞ。あー、人じゃなかった、ゴブリンだった。ゴブリンさん、ワンチャンメテオやめて、ワンチャンメテオ。おら、いった。ボコブリン、ゴブリンさんじゃなかった。はい、えい、これは上化物肉。おら、ゴブリン、おら、ワンチャンメテオじゃねえんだよ、ワンチャンメテオじゃ。なに、なに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 、やばい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 。おい、あい、熱い熱い、あちちあちち、あ、熱いね熱いね。なんだこいつ、やべえ、ちょっとダメージ食らっちゃったからな、体力がなくなってきたんで。最初にね、ダチョウを焼いたこちら焼き獣肉、こちら食べていきたいと思います。2つぐらい食べるか。いただきます。じゃあ料理パート行ってきます。はい、ということで調理パートやっていきましょう。本日使っていく食材がこちらですね。ででん、獣肉です。獣肉って何の肉かってみんな気になるじゃないですか。ダチョウの肉となっておりますね。倒して肉にした動物、ダチョウが似てるなって感じだったじゃないですか。今回はダチョウの肉をね、気合で仕入れることができました。ということで今回はね、ダチョウの肉、獣肉をね、焼き獣肉ということでね、シンプルに焼いていただいていきたいと思います。チャカメカファイヤー。ダチョウ肉の方に塩コショウで味付けしていきましょうかね。ダチョウの肉なんて初めて食べるわ。では熱した鍋の中に獣肉を。千円チャーシュー、千円チャーシュー。ダチョウ肉っていう証拠もありますからね、ここにね。めっちゃいい香りするんやけど。あ、早い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 。普通に美味しそう。ダチョウって鶏肉のはずなんだけど牛肉にしか見えんね。ほら、まず火を両面に通しまして、一旦揚げる。数秒休ませます。あんまり意味なさそうだな、この厚みの肉にこれするの。ダチョウ肉って生でもいけるん？危ない？鳥だもんな。見た目牛なんだよな。調べたらね、ダチョウ生でいけるらしいわ。ちょっとでいいな。戻しますと、よし、通常のステーキの焼き方と同じ感じで焼いていこう。生でいけるんだ。刺身とか全然普通に売ってあった。ダチョウ、今回は焼き獣肉なんでね、火はさすがに通させていただきますと。じゃあ完成です。揚げていきましょう。うわ、うまそう。ということで完成しました、こちら焼き獣肉になります。いただきます。これはうまいぞ。ナイフがないんで包丁でお行儀悪くいかせていただきますが、めっちゃいいかも、めっちゃちょうどいいかも。こちら焼き獣肉いただきます。え？牛肉やんこれ。全然鶏やない。え？ダチョウって鶏だよな。めっちゃ牛肉ないけど、ジビエっぽい風味が少しする。牛とは風味が違うだけで、肉質は 100% 牛みたいな感じだな。うまっ。
焼き具合見て完璧なんよ焼き具合が。ダチョウってこんなにうまいんだ。全然イメージと違った。これ牛肉って言われてくださいも絶対わかんない。まずこれはね最高です。100点ですこれ。うん、美味しい。こちらもね、まあ、ゆっくり完食させていただきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで無事に完食することができました。いやー美味しかったね。牛肉と大して変わらん。美味しさで言ったら満点だね。めちゃくちゃ美味しかったわ。いい経験ができた。よかったよかった。焼き獣肉完食ということでね、またゲーム映像に戻っていきたいと思います。いやーめちゃくちゃ美味しかったな。とりあえず目的地向かうか。何ここ、町もしかして。まさか。こんにちは、リンク様。リンク様ですよね。今までどちらに。ゼルド様とリンク様が調査に出られた後、シロがあんなことになってしまって、みんな心配していたのですよ。プルア様はあそこの望遠鏡のある建物におられるはずです。ご無事な姿を早く見せてあげてください。お城の中の人たちか、ここは。で、城があんなになっちゃったから、一時的にここに拠点作ってるって感じね。強く生きてるんだな、みんなも。ナイスイーブニング、ラウリーのイーブニングじゃな。え、ヘイユー、どこ行っておったんじゃ。ロベリーだって。ともかく今はプルアのところへハリアップじゃ。プルア先生、剣士。剣士様が戻られましたよ。おお。あんた今までどこに。ああ、右手はこんな感じになっちゃいました。何があったか教えてくれるわよ、ね、いたような気がするこんな人てかメガネの上にゴーグルかけてんのやばくないか。耳に悪いぞ。あんなところから降りてきたってこと。そうです姫様の声、私を探してって言ったんだよね。だとしたら姫様生きてる。生きてハイラル城の地下にいて助けを求めてる声だったのかもしれない。浮かんだハイラル城の下であんたたちを探してる捜索隊に合流してくれる。城の方へ向かいますかね。ゼルダ今迎えに行くぞ。この辺なんか来たことあるぞ。この辺なんかそのロボットみたいなレーザーピピ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 ってめっちゃ撃ってくるゾーンだったはずなんだけど、一度クリアしてるんでそいつらはいないと。姫静か。絶滅が危惧される種だが、近年稀に自生してるのを見かけることがある。おい、めっちゃお供え物やんけ。めっちゃお供え物置いとこ巨の二周の祠。戦いの教え。あーなるほど、戦闘チュートリアル今さら。レジジギギギガガ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 。敵の攻撃を横飛びで避けて、その隙に攻撃を加え、ああ助かるな。寸前で避けたらなんかあるよね。ラッシュ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 。敵の攻撃を合わせて盾を突き出し、その攻撃を弾け、カキーン。はい、力を貯めて放てば溜め攻撃を繰り出せる。その攻撃を敵に加えよう。おりゃオッケー。これがあるってことはね、多分こっからの敵強えんだよな。リンク殿、いつ城から戻られたのです。リンク殿のお姿見られたらきっと驚かれますよ。不用意に立ち入らぬようにと、ホースト隊長から申し付けられております。どうしてもというなら隊長の許可をお取りください。いや、ワイヤー、こいつクビにしてもらうわ。こいつヤバすぎる。おい、世界救っとんのこっそら。おい、冗談だろ冗談だろ、こっちなんだよ冗談だろは。まったく、今回このぐらいにしといてやるよ。おりゃすげえや。うわぁ、後ろから押して押そうぜ。それ急に押すわけじゃねえよ。こっちからどうすんだよ。はい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 。微動だにしないこれ強いぞ。背中に盾つけてるだけあるわ。ちょっと料理していこうかな。料理、あんばり竹を持って、あんばりそう一つ、ニンニクでしょ、ニンニク、がんばり包み焼き、きのこ、うまそう。ゴーゴー串焼き、肉、きのこ添え、きたー。すまないが今取り込み中。ん？リンク殿、ご無事で何よりです。ではゼルト様もご一緒なんですね。一緒に帰ってこられたわけではなく、ゼルト様の声、我らと合流して捜索を。ホスト隊長、あ、ゼルト様がおるやん。あはは、ゼルト様、おーい、あ、いなくなった。ゼルダ様が光になってどっか飛んでいってしまわれたの。ゼルダ様のことをプラ様にお伝えいただけないでしょうか。帰るか、一体だ。あ、やばい、一体落っこっちゃった。横着しましたね。横着、何してんのそれあー、はわー、しまった。許されざることだぞ、君が突然声をかけるから。看板といえ、尊い柳屋社長のお姿が描かれたものが地に着くことは許されざること。
頭おかしい人が。しっかり持っててね、しっかりそれ。大事な社長さんが。はい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 、はい、はい。しっかりしっかり。はい、しっかり。はい、はい。まあいいや、そっとしとくか。あんまり関わらない方がね、身のためだよ。こういう人は。ちゃんと怪我しないように先っぽに木の箱がついてるのもね、ポイント高いよね。煽りポイント。ゼルト様がハイラジオから光に飛んでったですって。ごめんごめん、プラバトルハイラルのマップを見ようと思ったんだけど、ボロネクに使う眺望台がまだ準備できてないんだったわ。外観は完成していて、おお高い。ワープの最終調整がまだなのです。で準備するけどちょっと時間もらえる？あんたも疲れてる、その間ゆっくりしとけなよ。この砦に避難壕っていう居住区画があるの。寮のベッドやキッチンなんかもあるから休みには持ってこいよ。詳しいことはそこの地方に立っている避難壕の門番に聞くといいわよ。もう準備できてない？もしかして。あ、できた。早っ。おお、なに？これでいろんなとこにもしかしてワープできる？めちゃくちゃ便利やん。次はあんたの場合は、まずはフラワーパッドをそこの端末にかざしてみてくれる？はい。マップはこの眺望台を使ってフラワーパッドに直接スキャンするだけ。パラセールが必要。お、あんたほど上手に扱える人がいなくてさ、だからまだ一度もテストできないの。だから、来た。はい、これパラセール、やったぜ。ちょっとそこの柱台からトン試してもらえないかしら。ここから一気に飛べるんだ。え、なに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 、怖い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 。え、おお、空気圧で G がすごそう。おお、綺麗、周りを見渡せる。すごい、めっちゃ高いところまで飛ぶやん。落とさないようにコードが繋がってる。地上周辺マップを登録しました。なるほどね、こうやってマップを開いていくんや。動ける。あ、パラセール、これさ、パラセール使えばさ、上からさ、城の上行けんじゃね。危ない危ない、あ、危ない危ない。あ、完璧。噂ではありますが、リトの村でゼルダ様の目撃情報があった。すぐいなくなるんやから。あ、ごめん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 。あとこの人にも声かけてみるか。避難壕開けません、どうぞこちらへ。おい、俺だ、開けてくれ。え、そこが、そこが開くんかい。今我らの居住区として使わせていただいております。避難壕なんかいっぱい買える？もしかして王の料理。お、料理だって。果実のキノコ愛を作るぞなんて張り切ったんだけどさ、リンゴ切れちゃってて。あー、なるほど。やるよ、俺が自分で食べるに集めたリンゴ。どうだ、ボーノン特製果実のキノコ和え、うまそうだろ。きたー、ありがとうございます。ちょうどね、体力もハート2個分ぐらいなかったですし、ボーノン製の料理いただいていきますか。早速果実のキノコ和え、いただきまーす。また実写パートをやっていきたいと思います。はい、それじゃあ調理パートやっていきましょう。今回使っていく食材がこちらですね。ドン、リンゴとキノコ。まあ、キノコ今回ね、どれを使ってるっていう明記が多分なかったと思うんで、適当にマッシュルーム使います。まずはリンゴの皮から剥いていきましょうかね。リンゴの皮なんか久しぶりに剥くな。つなげたままやるの難しいな。どうやってやってたっけ。これがうまいとね、料理がうまいって感じするよね。ゼルダの企画さ、このペースでリンゴ使ってたらさ、めちゃくちゃリンゴの皮剥くのうまくなりそうじゃね。 OK、リンゴの皮が剥けましたと。そしたら半分に切って、さらに半分と。このぐらいかな、サイズ的には。リンゴの下処理終わり。じゃあキノコ、キノコはどうしようかな。適当でいいかな、普通に。よし、僕が今から作ろうとしている料理にキノコは普通入れないんですけど。下処理はこれで完成です。カトン豪華級の術。そしたらここにフライパンをセット。では熱した鍋の中にリンゴを千円チャーシュー。弱火で焼きます。よし、そろそろひっくり返そう。うん、いい色。ここにね、砂糖を入れていきます。調味料はね、OK なんで。ちなみに量は目分量、適当。ここにキノコを入れます。ドバン。砂糖をリンゴが吸った後にキノコを入れるのがポイントな気がする。そしたらここにバターを加えます。皿に盛り付けていく。皿でか。果実のキノコ和えの完成。はい、ということで完成しました。こちらが果実のキノコ和えです。
いただいていきたいと思います。りんごちゃんからいただいていきましょうかね。いただきます。美味しい、美味しいな。これ食べたことない不思議な味がする。でもちゃんとりんごだね、やっぱ。まあそりゃそうなんやけど、りんごを温めて砂糖とバターで焼くとこんな味になるんだ。美味しいってなるんやけど、先に不思議が勝つかも。きのこもいただきましょうか。いただきます。え、なん、え、めっちゃ不思議。なんだこれ。りんごと砂糖の甘みが乗ったきのこなんやけど、別にまずくはないね。美味しいの種類が新しすぎて、やっぱハテナが勝つの先に。全然美味しいですよ、普通に。次々食べれるぐらいの味わい。一緒に食べてみようかな、一緒に。いただきます。めちゃくちゃ不思議。なんだこれ。焼きリンゴが僕初なんですよ。焼きリンゴでそもそも頭の中ハテナハテナハテナなのに、なぜかキノコがいてキノコの風味を感じて、さらにハテナが掛け算されていく。美味しいです。美味しい。うん、ごちそうさまでした。ということで完食しました。すげえ世にも不思議な食べ物だったね。美味しいっちゃ美味しかったね。うん、といったところでね、今回のゼルダの食べ物食べるシリーズ一旦これにて本動画終了させていただきたいと思います。よかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価をしていただけると非常に嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。